オヌマンのシーバス塾、職業釣り師のオヌママサヤです。今回のシーバス塾は偏光サングラスの選び方についての授業です。この偏光サングラスはですね、釣りでもね長時間使うのでとても重要なアイテムになります。短期間で釣りが上手くなるための必殺アイテムにもなります。ただですね、いろいろとねこのレンズカラーがね試しにくくて買い替えにくいアイテムでもあると思います。そこで今回の授業を選ぶ際の参考にしていただければと思います。まずこの偏光サングラスのメリットなんですけど、適面なのがシーバスを見つけられる、であと目の保護になる、あとデーゲームで疲れにくいってとこですね。超過につながるメリットなんですけど、ベイトの種類を見極められる。例えばサッパがいた、この白がいたって、これ結構分かりづらいとこなんですよ、裸眼だと。ところがね、変更してるとこれサッパとかね、ウルメイワシだ、カタクチイワシだ、マイワシだっていうね、すげえ分かりやすい。まあ場所によってワカサギも食ってる場所もあるので、すごい分かりやすいので、ほんとベイトの種類が見極めやすい。であとあれですね、あの地形変化ですね。例えばどこにブレークがあるかとか、であそこに岩が沈んでるとか、あとこっから砂利の大きさが変わるとか、そういう細かいことが分かりやすいですよね。やっぱまあブレーク駆け上がりが見つけやすい。でやっぱ一番僕使ってるのは潮目の変化なんですよ。そこから潮目の色が変わってたり、その潮目の感覚が変わってるっていうんですかね、言葉でなかなか言いにくいんですけど、まあ一番分かりやすいのは潮目の色が変わるんですよ。これ慣れてくると分かるんですけど、偏光レンズしないと分かんないですよ。潮目の変化って実は魚が口を使うか使わないかの重要なキーワードになるので、潮目の変化を探すのに偏光サングラスは大切なアイテムだと思っております。であとあれですね、苔の量であったり、苔の量が分かればそのベイルがつきやすさとか、特にこの城は苔を食うので、苔の量が分かればこの城の接岸とも分かるので、やっぱサングラスは非常に重要になってくると思います。あとピックアップの瞬間に魚がバイトしてきたりするわけじゃないですか。でその時に右から食ってくるとか左に食ってくるとかも、そういうのが適面に分かるので、シーバスこっちの流れだとここで食うんだとか、そういう癖が分かって、そこの筋で釣りをする時に次の釣果につながるんですよね。だから必ず偏光サングラスをしたことによって、魚が右から食ってくるのか左から食ってくるのか、真下から食ってくるのか、後ろから食ってくるのか、前から食ってくるのか分かるだけでも全然次の釣りにつなげられるので、偏光グラスは大切だなと思っております。あとはですね、フィールドの変化がつかみやすいっていうのと、まあ、当然変化がつかみやすいから無駄なキャストも減らせるっていうのがメリットであるかなと僕は思っております。おすすめカラーなんですけど、まあ、10年ぐらい前なんですけど、実は僕タレクさんとお付き合いあってモニターさんやらせていただいてたんですけど、その時にいろいろ試したんですけど、自分の目にはなかなか合わなくてですね、結局ねタレックスさんに落ち着いちゃったんですよね。でその中でも種類はねいっぱいあるんですけど、僕の目に合ったのはイーズグリーン、ラスターイエロー、アクションコバー、この3つがあればどうにかなるかなというのがありました。自分の目はトゥリュービュースポーツのミラータイプを使ったんですけど、マジで酔っちゃって釣りできなくて、結局変更買いに行くっていうのことがね3、4回あって結局もう使わなくなってしまったので、自分の目にはトゥリュービュースポーツのミラータイプは合わなかったかなっていう感じで、イーズグリーン、ラスターイエロー、アクションコバー、この3つに今は落ち着いております。黄色系、まあイーズグリーンと言われてるやつなんですけど、このイーズグリーンが強いのは朝マズメとかのちょっとローライトの暗がりの時ですよね。まあレンズがちょっと薄いっていうのもあって、暗い状況でも分かりやすい、まあ晴れでも曇りでも、まあ一番長い時間つけて問題ない、まあスタンダードなのが僕の中でイーズグリーンかなと思っております。茶色系のねアクションコパーとかラスターオレンジとかっていうのは朝マズメ夕マズメだと暗くて見づらいですね。特に向いてるのはローライトの曇り空とか昼間の時間、もう太陽が上がったタイミングですよね。土日中はまあラスターオレンジとかアクションコパーを使ってれば問題ないかなと思います。その中間系のねラスターイエローとか、まあ、グレー系っていうのはまあ間を取ったって感じなんで、1日トータル変更1個しか持っていかない時は黄色系のイーズグリーンを使うことが多いです。これからの時期、秋から冬にかけてもう、ね、日照時間が短くなってくるので、まあ、明るい時間が非常に少なくなってます。そうするとやっぱ明るいレンズの、まあ、初めて買うならイーズグリーンがおすすめかなと僕は思っております。フレームなんですけど、このカーブがきついものと、これフラット寄りなんですけど、カ
カーブがきついとね、人によってはね合わない時があるんですよ。で当然光を押せやすいとかあるんですけど、ちょっと最近コロナの影響でマスクつけるじゃないですか。カーブがきついやつすぐ曇るんですよ。夏場も曇りやすいっていう、もうレンズが曇ってしまうので、なるべくここがもうフラットのものの方が曇りにくいので、初めて買う方はこのカーブがきつくないフラットのもののフレームがいいかなと僕は思います。自分に合った遠光サングラスを見つけてみてください。概要欄におすすめのアイテムを載せていますのでチェックしてください。そしてさらに実調動画を見て学びたい方はシーバス大学へご入学ください。隠しておきたかった手元を見せてテクニックを公開しています。概要欄かここをクリックしてください。いいね、コメントは今後の動画の参考にさせていただきます。チャンネル登録してあげれば新作動画を毎週2本お届けします。